一番最初に俺を紹介してくれた有名人っていう。なんでも携帯触ってんだと。なんで携帯触ってんだ。マナー違反だろ。じゃあどういう感じで触ったんですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。ちでーす。いやー、ノリトーク第2回。ワンピース考察系 YouTuber。もち先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。熱いでございます。ちょっと自分で言うのもなんですけど、絵力強すぎますね、俺が。絵力。はい。いや、いいじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よく来ましたね、でもね。いやいや、それ来ますよ。こちらに、一応配信会のインペルダウンって言われてる。そうなんすか。そんな覚悟は持ってなかったっすけど。このツイキャスの中でも相当深いところ。なるほど、なるほど。レベル6なんですね。はい。そこまでの覚悟は持ってないかもしれないですけど。かなりもうみんな囚人みたいなもんなんで、コメント書いてる人は。よくぞここまでというところでございます。いや、そんなこと言いな、インペルダウンとか言いながら、俺石川さんには恩がありまして、俺石川さんが多分自分が YouTube 始めて一番最初に俺を紹介してくれた有名人っていう。いやだからだいぶ早い段階で見つけてくださいましたよね。なんで今回言われましたもん。え、なんでもちー先生来るのみたいな。お前何脅したのみたいな。弱み握ってんのとか、いやいや、そういうのじゃなくて、ちゃんとって言ってるけど、リスナーも全然信じてなくて、いや、ありえないから、みたいな。お前は何知ってんだみたいな。そう、もち先生ワンピース握ってんのかぐらいまで言われて、もう大変だったんですよ、説明を。まあもうちょっと声を大にしていただきたいですね。なぜこうなったのかっていうところは。はい。そういうことで、恩があって、で、まあ DM もちょっとやらせていただいて、で、まあ、炎上、もうちょっとね、映画館で携帯をいじって炎上してしまったんですけど。自分から入っていくんですね。自分から入っていくんですね。でもまあ、それはね、事実なんで。事実なんで。あれって、なんか詳しくて、ポロっちゃったんですか、なんか。そうなんです、ポロっちゃったんですよ。だからもう本当に自分の責任なんですけど、もう悪いこととすら思ってなくて、俺なんか映画も多分大日本人見た以来ぐらいの俺映画を、大日本人見た以来ぐらいの映画だったんで、まあ携帯、まあ俺一番後ろの席だったし、携帯でメモをしてみたいなことを普通に悪気もなく言っちゃって、もう一番後ろで周りもいないし、まあ周りもいないし、スタッフさんとかと見てて、まあ問題ないだろうと思ってこういう感じで、ちょっと一応どういう感じなんですか。これはどういう自分で言ってこない。どういうこれ一応携帯言ってるんですけど、一番左のほんと一番後ろの一番左の席だったんですよ。でまあ映画見ながらこうちょっとこんな感じで、こんな感じで悪気ねえ触り方だな。こういう感じです。でまあ明かりも暗くはしてたんで、はいはいはい、画面コードも下げてて、でこうだし前もね背もたれあるし見えないかなと思って、こういいなと思ってポロっちゃったんですよね。はいはいはい。そしたら「はは?」みたいになって、あっ YouTube ライブで喋ってると、ライブで喋って、なんでも携帯触ってんだと、なんで携帯触ってんだ、マナー違反だろうっていうのでなってったっていう感じです。はいはい、あれも結構燃えましたね。だいぶね。ヤフーニュースにもなっちゃった。結構火柱高く上がりました。僕の方も見えました。火柱が。ツイキャスからも見えました。火柱が。上がってんなーと思って。で、上がり始めてからちょいちょいコメント出てきて、やらかしてるぞ、もち先生がみたいな。じゃあ取り上げなきゃみたいな、ちょっとこう座り直して。この場所で喋りましたけど、そうですね、取り上げていただいて、まあでも、あれ人気の証ですよね。多分僕が喋っても多分そんな風に燃えないんで、もち先生だからこそってのと、やっぱり今もうワンピースグインと来てるじゃないですか。ワンピースが映画でさらにグインと来てるところまで注目度もあるし、やはりそのワンピース好きな人って日本中世界中にいっぱいいるじゃないですか。その中でやっぱり YouTube での成功って多分みんな羨ましいと思ってるんですよ。同じように目指してる人もいるんで、あ、ここつつけるわみたいな感じで、携帯いじる以上にいじられたっていう。きっと誰より知られました。そういう流れなんじゃないかなと思いますけど。そうなんですね。だからその流れで山動画拝見しましたみたいなのでお声掛けして、なんかコラボしましょうみたいな流れで伺いますっていう、なんかそれで実現したみたいな感じですかね。もともとはもち先生ともちょっとお邪魔させていただくかもしれないって話あったじゃないですか。はいはい、ライブ配信もお誘いしてスケジュール上できなくてみたいな。そうなんです。ちょうど富士山に登る時のタイミングだったんで、そうなんですか。一応建前に言い訳したんですけど、酔っちゃったんですよ。ワンピースめちゃめちゃ好きなんですよ。はい。もう正直もう、このツイキャスの中で一番喋ってる自信もあって、はい、にわかなりにも愛はあるんで、めちゃめちゃすごい喋ってるんですけど、やっぱり最近こう YouTube とかでこういろんな構成者さんとか見させてもらうんですけど、はい、わ、すげえな、こんなとこついてんだ、こんなとこまで見てんだってのがあるんで、はい、そこの中に入って俺が何を喋るか。はい、で、そういうのを大好きなファンの人たちに何喋れるかって考えたときに、ちょっと富士山登れる街がガクガクしてて、ちょっと俺、早えぞみたいな。ちょっと違う、まだ行っちゃダメだっていう。余裕ですよ、絶対に。わりかし黒ひげタイプなんで、しっかり身を取ってからダメなんで、しっかり身取ってからいけない。ちゃんと能力下がりもちゃんと下上で。そうそう。下上でやりたい。なんで、ちょっとまあ丁寧にああいうメールさせていただいて。なるほど、なるほど。で、僕、多分あそこで切れるかなと思ったんですよ。やっぱ、基本僕、誘いも断りたくないタイプなんですけど、まあ、お答えさせていただいちゃったんで、一回切れるかなと思ったんですけど、まあ、その後もちょっと、連絡取らせてもらったんで、はい、すごいいい方だなと思って、じゃあ一回ちょっと呼んでみようっていうことで、はい、まあ、お呼びさせていただいたというところで、よろしくお願いします。はい、いえいえ、とんでもないです。ここ来る、本当に直前のきっかけで、確か、本当にその火柱上がってた時に、はい、なんかポロッと送ったんですよね、僕 DM 多分。はい、もっちのんまい。俺がライブ配信してる時に「もっちーどんまい」って一言来て、うわ、なんか俺嬉しかったですね。ちょうどライブやられてて、はい、いじるかいじらないか分かんないですけど、はい、まあ後からでもいいんで見てほしいなと思って送ったんですよ。はい、そうです。でライブ配信中に俺見たんですよ。ちょっと嬉しさもあったり、なんか気持ち悪いですけど、なんか送るの好きで、結構そういうのが。なんでそういうのをライブ中にドンマイって送ったのはノンスタイルの井上さん以来です。ああ、そうなんですか。井上さんがやらかした時を送ったんですよ。ああ、そうなんですね。その時はタメ口で井上頑張るよって送ったんですけど。なんだろうな、じゃあ。そうそうそう。そういうのもあって、でそれでお貸しいただいたんで、ちょっとこういう場を作りたいなと思って。いやもう。まあ今日はだからもうみんなにはね、そのもう。ワンピースに特化した。普段は、こう、一つの、まあ、話の種っていうところで、ワンピに触れる。まあ、深夜帯によく触れるんですけど、今日はもう完全ワンピースってことで。ワンピース特化で。はい。やっていこうかなと思うんですけど、結構なんか、あれですよね。動き回りますよね。え？動き回ってます？そうそうそう。来て、もうなんかずっとこう、おわーとか言いながら、あ、ここですか？結構うろうろしますね。これは衝撃的でしたよ、俺は。結構うろうろされて、かっこよと思って、男を、だって俺なんかこれどれとこまあカツラなんですけど、石川さんちょっと鏡あるとこあるっすかって言ったら、いやこの家鏡ないっす。鏡ない家あります？鏡ないです。もう僕の顔ここに映ってるんで見なくてわかるんですよ。なんでこの家に鏡存在してない。マジで何にも存在してないです。ないです。鏡もないですし、もうなんか着替えるところもないですし、男臭すぎるだろ。何もないんですよ本当に。うわ、そっか、鏡と思って、はい、ないやと思って、もうすぐ携帯触りましたもん。携帯のカメラの近めにして、もうこうやるしかないだろうから、基本はもう。それがもう、新鮮で、かっこよと思って、男臭いのが好きなんで、俺も。最近いろんな方とコラボされてるじゃないですか。はい、多分いろんな、まあ、お家行かれたりとか、スタジオ行かれたりですけど、はい、こういうタイプ多分なくないですか？あ、ないです、ないです。強いて俺の事務所が一番近かったです。あ、違います。自分の事務所が一番近いです。あとはみんな綺麗に。あともうみんなこうカメラとか。はい、カメラバーン。こうですよね。全くないです。これ見てください。このカメラの小ささ。この小ささ見てください。このね。ね、イーストブルーですから。イーストブルーですから、ここ。でも大事ですよ。スタートですから。いや、そうですね。スタートですから。そんな中で、今日ちょっと開けてくださいってことで。はい。なんかリスナーの方からギフト届いたんですよ。はい。ワンピース関連らしいですよ。何なんですか？ギフト。ギフト。お。お。なんかめっちゃ高そうじゃないですか？なんか。完全にシャンクスですよ。フィルムレッド。シャンクスのラストワンショーっていう。これラストワンショー知ってます？コンビニとかで一番くじあるんですけど、一番最後にくじを購入した人の特典なんですよ。なるほど。なんでもうこれが欲しい人は1ロットって言って、そのコンビニにあるくじ全部買い占めるんですよね。これが欲しくてっていう。全部買い占めたりとか、もうその残り少なくなったところを狙って残り買い占めてこれをゲットする。なんでこんな貴重なやつ。貴重なやつがなんか送られてきましたこれ。一番くじワンピースフィルムレッド。最近ですよね、フィルムレッドなんで映画にちなんで。最後の1個を引くと手に入るっていう。ありがとうございます。これ開けなくていいですよね。まあ開けなくても大丈夫です。逆に言うとどうしろとっていう。だからシャンクスに対して考察用なんじゃないですか。だから。あ、シャンクスに対して。あそこも読んでいく。言うなら。でもレッドで分かったのはだからね、シャンクスがフィガーランド家の血筋だっていうことが判明していきましたんで。パパ血筋がね、放送すると深夜に「シャンクスは元天竜人なんですか?」みたいな質問すごいバーッと聞かれるんですけど、どうですかね。いやもうほぼだからそっち系濃厚じゃないですか。そうですね。天竜とか王族か20人の国の王かみたいな、そっち側がフィガーランド家でっていうことだと思うんで、それははいやっぱでもあれですね、やっぱこうワンピースの話だとこうスッとこうモードというかね、なんか恥ずかしい、なんかちょっとこう重い感じをこう受け止めてます今僕は。ああそうなんですね。すみませんすみません。で癖なのかもしれない。望月さんに聞きたいことがあって、僕一つすごい気になることがあって、これまあ映画の特典なんですけど、このフィルムレッドのまあ多分お手元ある人74ページ、74ページにはなるんですけど、風の行方って言って子育て会議って歌のちっちゃい時のシーンがまあ1ページ書かれてるんですけど、そこにこれルフィの小さい時とこれお母さんなんじゃないかなっていうような一コマがあるんです。まあこれツイッターとかでも結構みんな反応してて、どうなんだろうっていうところがあって、まあどう見ても、まあ僕的にはですよ、まあ見てもなんかルフィの表情に見えるのかなっていうのと、この横にいるちっちゃい歌とのこの年齢差を見ると、ここにエースではないな。こうなると赤ん坊だとルフィなのかな。そうなるとじゃあ横にいるこの女性は牧野さんでもないし、ここに波に見えるんですけど、波にの女性はこれお母さんなのか何なのかなっていうところなんですけど、どうすかこれ、どう思います？率直に。いやこれまずこの風の行方、これがあれですよね、作詞作曲秦基博さん。あそこから。いやだからこれを尾田先生が原作の設定として盛り込んだのか、あるいは映画のパラレルワールドの設定として漫画を描いたのかっていうのでまず二分するから、でこれ歌詞だからどうなるか微妙、これが微妙なとこなんですよ。だから映画のパラレルとしてもう割り切るか、本編に入ってくるかみたいな、なんかそこがまずある。でその上でじゃあ映画のパラレルじゃなくて本編だって仮定して、見てみると、まあだから波に似てるんで、波関連で波に関する謎って、出生時にどこか戦争のどこかで波が落ちてたみたいな、これも未来から来た説とかっていうのが考察会ではあるんで、ワンチャン波がどうとか、波の母親が、本当の母親はルフィのどうとかっていうのが。彼女としては考えられるっていう、これ確定はできないですね。確定はできないですよね。確定はできないですけど、であとは母親を尾田先生が描かないことがこう匂わされてる SBS で、冒険の対義語は母親だから私は描かないんです的なことを言ってるんで、なんかミスリードというか、なんかそれにも感じるっていう、なんかあんま考えなくていいのかなって俺は感じるって感じです。特に深くは考えなくて良さそうな。それ見てたらもうずっと夜も眠れなくてもう逆にルフィじゃなかったら誰書いたんだっていうところで一コマ使って歌の横で何なんだろうな、しかもこれフィルムレッドの特典出してところでもう夜も眠れなくてずっとこれこの一コマだけで2時間喋ってましたもんね深夜にみんなどう思うかってどういう結論が出たんですか？可能性としてはやっぱりルフィだと思ってます。だ横にいる女性が母親かは分かんないですけど、この男の子はルフィだと思っちゃうんですよ。なんかお姉さん、母親じゃなくてお姉さんがこうかもしれないですし、母親からはちょっと断定はできないんですけど、その子供が僕はルフィかなとは思ったんですよね。なるほどなるほど。じゃないと逆に誰なんだってなるし、全然関係ないところを一コマここ入れてくる風の行方っていうところで、意味ないのは書かないだろうと思って。あと今回これまあ今現状3つかな特典が出てて、まあ最初のもそうなんですけども、もう特典レベルじゃないんですよねこの冊子もね。そうです。なんでこれを読むことで全然ワンピースの深さ変わってくるじゃないですか。なんで結構ポロッとなんか入れてるのかなっていう、そう深読みしちゃうところもありますね僕はね。いやわかんないですけど熱いですね。いやでもこれマジで2時間語れるな。語れるんですよ。語れる。ですけど、もうこう見せれないじゃないですか。なんでもう73ページ見てってみんなどう思ったらみんな見てって言いながら言ってて、でも普段あれですよね望月先生基本的にジャンプラで0時見て、なんか11時ぐらいから配信始めて11時になった瞬間にジャンプラで。見てますね。僕も大体その時間、まあ、かぶって僕も配信やってるんですけど、あ、俺らもて先生やってるわと思って、ちょうど合間ぐらい見てるんですけど、世の中おっせえとか思って。俺ずっとそうなんですよ、昔から。1ページだけまだあるよみたいな、もう早く読み切って聞かせてってところあるのに、でしかもリスナーの人もまだ読んでんのかとか言ってるんですけど、一人ケラケラ笑いながらこう、うわーとか言って読んでるじゃないですか。多分日本一遅いっすよ。俺だからずっとそうなんです、昔から。なんか1周目からもう吟味してこう考えていきたいですね。もう1ページの遅さ、富樫ですからね。あれもだからなんか俺も言われるんです、俺。だから今まで20年間そうだったけど、変えようかなって迷ってますね。まず1周すぐ4、あ、なんかまずさらっと読んじゃう、まずさらっと読んじゃうかみたいな。なんで変えなきゃいけねえんだよ、俺20年も染みついた俺の読み方をって思うんで、変えずにいる。その俺の読み方をでフーズフー間違えたっすもんね。そうですね。あれも見ました、ツイッターで。え、どうしたみたいな。おじいちゃんどうしたんだったら、えみたいな。フーズフー間違えました。間違えですね。あれでちょっと燃えれるってのおもろいっすね。ああ、ちょっと思いますね。だってどんなにガチでもどんなに詳しくてやっぱあるじゃないですか。ああ、なんか違いとか誰でもあるだろうって俺は思っちゃうんですけど、多分そんだけやっぱり今までもっち先生が上げてきた動画の完成度とかめちゃくちゃ高いですから、完璧を求められてるんですよね。ワンピースに対する。もうなんで、もう小田先生ですよ。横顔しすぎてやめてください。喋れる、リスナーと喋れる小田先生みたいなもんなんで。やめてください。いや、小田先生あんな風に言わないですからね。誰だこの角生えた新キャラ。こいつ誰だっつって。いや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 。まあなるほど。ね、まあでも。やっぱり多分もっち先生の影響だと思いますけど、最近本当考察系という考察系多くは増えましたよね。めちゃめちゃ増えてる。僕のやっぱ YouTube のショートでもそうですし、 TikTok もそうですけど、いろんな考察がバーってこう流れてくるんで、やっぱすごい増えたなと思うんですけど、クオリティも上がってます。やっぱ自身の影響って感じますね。やっぱ喋ってていろいろ動画も染められて、いやでもなんか編集似てるなとかって思ったりする方はいますけど、ありますよね。いきなりでしたよね、こう結構コラボとかそのこう外にぐわーって広がっていくタイミングっていうか、僕ずーっと最初から見てるんで、最初の段階でも誰ともコラボせずに、その定期的に自分の考察動画をポン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 と上げていくっていうスタイルだったんですけど、多分ドットログさんあたりからちょっとこうある意味こう舵を変えてというか、ぐわーっといって、あれなんか急に外広がってきたぞみたいな、あそこでちょっと僕ちょっとイラッときた。いや、なんでイラッとくる。いや、僕もこれ生放送ここ追加してやってるんですけど、基本的にはまあ一人でやってるんですよね。コラボもしたりはするんですけど、一人の空間すごい好きなんで、一人でやってる人大好きなんですよ。なるほど。一人で力つけて一人で上がっていく人ってすごい好きなんで、なんでもっち先生こう見始めて、うわすごい、一人でここまでやっていくってすごいなと思って、でドットログさんとのまあこうコラボ動画とか上がって、おおほうほうほう、そういう方向にも行くんだ。確かにここ最新の情報を補定するから、あ、考えてるなと思って、そこぐらいまでは結構受け入れてきたんですけど、んなんか何ズームなんかちょこ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 ほら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 、どうしたこれはみたいな、黒ひげかかみたいな、なんか大きくしていくのかなみたいな。でその頃から生放送始めて、なんかちょっと生放送まだ初めてなんでとか、ここ前後揺れながら始めたじゃないですか、みたいな。あ、まあでもまあまあ動画上げてくれるなら生放送もいいよねみたいな、これダブルでやっていくのかなと思ったら、あれなんか最新動画2週間前みたいな。おい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 みたいな、全部生放送にグワーいって、でサブちゃんとかで切り抜き開き始めるじゃないですか。なので、あ、舵切ってったなと思ったね。やっぱなんかあったんですか、その辺自分の中で。いや、なんか、あ、まあまあそうですね。でも俺もお金は稼ぎたいって思ってるタイプなんで、どっちかって言ったら、いやだからそれをこうなんていうんですかね、めっちゃ不安定だったんですよ。メインちゃんだけやってた時、そうですね。自分で考察動画がポンポン出せる時は行って、出せねえ時はとことんいかねえ、1本しか出せねえってなったら全くいかねえとかっていう。でこれが怖いかったりしたんで、安定したいみたいな、真面目な話そうでライブして、まあライブすることも楽しかったし、反応もあったりするんで、あ、いいなっていうので、安定プラス自分も楽しいのプラス最新話もちょっと盛り上げられるっていうので、まあメインちゃんも出そうと思ってるんですけど、今じゃなんか作ってる感じ。今ワンピースの正体の3本目みたいなのを早く出せ早く出せってもうずっとそれしかやるんですよ。だいぶ待ってます。だいぶ1ヶ月2ヶ月待ってます。いやね、まあでも特に、まあ、僕最初の方が動画見てるんですけど、はい、なんで、まあ、僕はこう放送でリスナーにこういう面白い動画あるよ、もち先生って人がいて面白いのがあるよって紹介したかっていうと、めちゃくちゃ見やすいんですよね。とにかくなんか要するに考察って頭使うっていうイメージあると思うんですよ、知らない人からすると、はい、なんか考えないと見れないのかなと思うんですけど、多分何も考えなくてもスッと言葉が返ってくるんですよね。見てられるっていうか一本のストーリーになっていて、そこがすごい見やすいから「ワンピース」ワンピースでみんなどう思うって聞いたら「いやみんなアラバスタとか止まってるよ、はい、空島行ってからもう誰できて見てないんだ」って人が多いから、だから見やすさって大事なんだなって、難しくなってくるとみんな離れていっちゃうから、だったら望月先生の動画見たらスッと入ってくるよって面白いよって言って、許可も取らずに勝手に流したんですよ。配信してなかったもろキャプったんですよ。でも多分バレてないなと思ってサブキャスでやったんですけど、僕が残してないサブキャスだからもう全部流しちゃったんですよ。もう「見よ見よこれ見よ」っつって「おすげえ面白い!」とか言って。僕も見ながら初見の動画もあったんで、マジかこんなこと考えてんだ、鳥肌だわーとか言ったらもうキャプってやってたんで、怒られるかなと思いながらインペルダウンだだからで、まあ望月先生はねよく言ってはくださりますけど、紹介してくれてって言うんですけども、買っていたら垂れ流した男っていう全然 OK です。そこが始まりだったんですよ。そうそうそう、全部見たんでその時に。そうなんですよ。なんでもうとにかくやっぱ見やすい、頭にスッと入ってくる、テンポがいいっていうのがやっぱりイメージですね。なるほどなるほど。先生のあとそんなに褒めていただけてるのにライブやってんだからふざけんなよってちょっとなってたっていうことなんですね。コラボとかやったり、僕の場合普段自分で生放送やってるんで、望月でもライブかと思って「敵じゃねえか」敵ではないでしょ。敵では絶対ない。これめちゃめちゃこれどんどんスキル上げていったらもうどうにもならないぞみたいな。そうそうそう。ところもあったりもしてて、生活も意識しながら。そうなんですね。でもそうやっぱ言われることも多くないですか。やっぱりそもそもワンピースって尾田先生の作品じゃないですか。はいはい。で全ての多分考察系ワンピース考察系 YouTuber が言えることがやっぱ尾田先生の作品あっての YouTube チャンネルで YouTube 動画でライブってところじゃないですか。言われることもあるんじゃないですか。やっぱ伸びてくるとめちゃめちゃあります。まあ人のでやりやがってとか人の変動しでとかはいはいめちゃめちゃあります。ずっとあります。ブロックですか。ブロックする。どうなんなんかひどいやつだ。ちょっと来るんですよ。なんか、ぼっち先生にブロックされたのが来るんですけど、ぼっち先生ブロックするのかなと思って、ブロックしますよ、俺。人でしょとかって思いながら、もうなんかされたなんて、ちょいちょいですよ。ほんとちょいちょいやるんで、やっぱ、するときはするんですね。ブロック、いや、めちゃめちゃします。あ、結構するんですか？結構めちゃめちゃします。それは、なんか決めてるんですか？自分の中で、これはもうブロック対象。なんか、早バレとか、早バレのコメント来たら、なんか、早バレを見てない子らもいっぱい見てくれてるんで、早バレに対して「いやこれこういうことあったぞこういうことあったぞ」っていうのはもう全部ブロックする。なるほど。じゃあ基本的にはジャンプ発売されてジャンプの内容まではしゃべってもジャンプ以降の内容をしゃべるとか、あとはなんか俺これなんていうんですかね、 YouTube 俺教えてくれてる友達がいるんですよ。なんか、そいつからこうアドバイスされてるので、なんで笑ってるんですか？YouTube を教えてくれる友達がいて、なんかそいつのアドバイスとかで、なんかそのアンチに対して1秒でも考えたら、なんか損じゃないですか。こいつに5秒使うか、アンチコメントに対して10秒使うか、20秒払ってるか、30秒払ってるかで損とかモチベーション下がるんだったらもうブロックした方がいいみたいなところがあるんで、結構基準なんかイラッとしたらブロックしちゃうみたいなありますね。だからおかしいですね。なんかちょっと望月先生のちょっとこう弱いところ見えてたから弱い。いやいやもう好きなんですよ、その人のブロックとかアンチみたいな話を聞くのすげえ好きなんで、アンチの話とかブロックの話も聞きたいです。もう石川さん絶対もうブロックとかそういうことじゃないんですか？ツイッターとかも僕はブロックするよりも先に戦争しますね。ああ、そのコメに対してもそいつが負けるまでボロカスにボロカスに石川さんの立場からYouTuberもっちー先生はもうブロックもせずに荒れたら荒れっぱなしの配信であった方がいいと思ったり、荒れたら荒れっぱなしの動画がいいと思います？いやーどうですかね。やっぱでもワンピースじゃないですか基準は、はい、でワンピースのファンの人って老若男女いると思うんですけど、はい、YouTube ライブで見る人たちって多分定年年数多いんで、はい、なんかそこを戦ってしまうともうどんどんこんな海賊のように湧いてくるんで、はい、まあそのある程度その放送でこれしたらブロックだよっていうのを告げた上で、そこのライン超えたものはちゃんとブロックした方が綺麗だと思います。ああ、ルールを明確にして、なんか俺の気分とかでブロックするんじゃなくて、そうそうそう、明確に決めてそこを超えたらもうやるよってしておいた方が多分納得もすると思います。あ、俺超えちゃったんだっていうのもあるし、納得してくれてない人が多いんだよな、多分。モッチー先生の多分イメージ、見てくれとかじゃないその YouTuber としてのイメージって多分ヒカキンさんに近いんですよ。わりかし綺麗な。そうなんですか。なんでもうほんとすぐ火柱上がるんですよ。風水風で上がっちゃうんですよ。そう、相当多分綺麗に見られてるし、あとやっぱツイッターもまめですし、その人とのコラボもそうですけど、絡み方とかもすごい丁寧なんで、もうそれが心配になっちゃうんですよね。あ、だからブロックしただけでもそうそうそう、ちょっとこけたら首折れるんじゃないかなっていう。大丈夫かなっていうところがあって。あ、そうなんですね。でもそれなんか言われてみないと気づかないこと。相当多分綺麗になってます。僕なんかもうめちゃめちゃ汚いんで何やってもよ言われないんでそうでもね、どんどん情報早くなってますからね、 YouTube のその考察動画っていう、ね、いや、そうなんですよね。早バレのコメントは正直めちゃめちゃ届くんですよ。そうですよね。もう本当になんかやばい時とか正直、はい、今の段階とかでも正直めちゃめちゃ届いてるんですよ。でこれコメント欄を俺もう見たくないっつってコメント欄をなんていうんですかね、放置しちゃったりすると、もう早バレの動画になるんです。早バレコメントのアプリだから、それを俺がチェックしてこう弾いていかなきゃいけない、ブロックしていかなきゃいけないんですけど、でそうするともう俺が見てることになるんですよね、文字バレは。絵は見てないけど文字は見てることになるとかっていう、こことかをどうすんのか、もうどうやって早バレかどうか判断してブロック。これ俺嫌いなんです。これ俺嫌いな人の言い方なんですよ。もうめちゃめちゃ意地悪なことを言うでしょ。早バレって分かってるってことはお前早バレ見てんだろっていうことを言うんですけど、分かるんですよ。10件同じ来てんだから。固まってきてるから分かるんですよ。僕ゲーム配信とかでよく言うんですよ。やっぱロールプレイ、ドラクエとかあるじゃないですか。はい、書くんですよ、やっぱボスとかを。で、やってないんでボス書かれたらこっち分かんないじゃないですか。はい、でも他のリスナーがネタバレやめろって言うと、その1個前のコメント、ネタバレを間接的に分かるんですよね。分かる。だからさ、やめろって、みんなの反応をやめろっていう。そういうこと全体的に分かるんですよ。まあ見えてきちゃいますからね。そうなんですよ。こっち考察やってんだから、お前らのコメントで考察できちゃうんだって。空気読めよみたいな。意地悪な人が早バレ分かってて草みたいな。いやー、まあうちはインペルダウンなんで、はい、そういうなんか早バレ系も一つのなんかネタとして、はい、見る見ないは別として、まあ、結構調べるの好きなんですけど、はい、あの早バレ系も最近結構組織じみてきてえぐいんですよ。外国人と日本人が結託してるんですよね。今そういうことなんですか。マジな話すると、まあ内容ではなく流れだけは説明すると、もう本当に週の頭ぐらいにやっぱジャンプ、そのワンピースで世界にも発信してるじゃないですか。はい、世界に出てきたその外国語のやつをこう英語に翻訳したり日本語に翻訳したりっていう、そういうのがまず外国人にいるんですよ。はい、でそういう人がリークして、でさらにそれをなんか日本語訳にして日本語で拡散する、はい、そこからこう YouTube、TikTok にバーって流れていくんで、はい、組織的になっていて、もう役目がみんな決まってるんですよ。で、ある時ひどかったのが、そのドラゴンボールとかがちょっと上映遅れた時やったじゃないですか。今年の初めぐらいにやったんですけど、その時にそのワンピースのリークも普段だったら火曜日、水曜日が月曜日とかの頭とかにバンって出てきて、はい、ハッキングとかまでするやつが出てきたんですよ。そう、主演者のところにハッキングして、でワンピースの情報を引き抜いて流しちゃうみたいな。はい、でその時にそのまあ基本的にその外国の方が英語とか、まあ、外国の言葉でこうネタバレって形で出すんですけど、はい、切り始めて。お前そういうのやめろよとか言って、ハッキングはとか言って、もうルール違反だぞって言うんですけど、僕それを全体の流れを見てる俺からすれば、いや、お前も早バレだっていう。なんかなんでお前が切れてんのみたいなところで、自分も発売前に流してんだから一緒じゃんっていうところなんですけど、だからもうみんななんかもうプライドを持って役割を持って、何曜日のこの時間はここまでしか出しちゃダメ、ちゃんとワンピースのこと考えてリークしてとかいう、いやいやケツリークやからみたいなっていうので、もう組織じみてるんで、もうほんと多分いやいやでもこう見えてきたりとか聞くってことがあるんで、まあ結構ひどいですだから今。はい、どうですか、こう考察をしてきて自分の考察が当たった時、はい、ピシャッとか、まあ、半分当たったとか全部当たったとかいろいろあると思うんですけど、はい、当たった時って嬉しい気持ちが勝つのか、はい、それともやっぱ「ワンピース大好きだからこそ当たってしまって、あ、当ててしまった当たってしまった、なんかいい意味で外したかったなっていう気持ちが強いんですか、どっちが？いや、当てて嬉しいはマジでないですよね。ないんすか？マジでないですね。なんかなんだろうな、もうどっちかというと後者の方が近いですね、感情としては。後者の方がうわーっていう、だからといって適当な考察ばっかしてるわけじゃないですけど、もちろん当てには言ってんすけど、その後結果別に当たってなくても、どっちでもその時点で、いや俺は1050話の時点でこういう根拠を揃えてこういう考察をしました、ワクワクするでしょっていうことなんで、これが結果外れてても全然 OK です。当たってたとしたら、ちょっとうわ当たってんのかとかっていうのは、もっと超えてほしかったっていう、超えてほしかったも違うんですけど、なんかこうちょっと結構ユーチューバーの方によりますけど、当たってすげえ嬉しい人もいるじゃないですか。もうすぐ動画上げて当たりましたみたいな方もいるじゃないですか。はい、やっぱ違うんすね。当たって嬉しい人もいれば、そうですね、みたいにそうではないっていう。だからユデロンさんとかで俺ライブしたんですけど、ユデロンさんっていう考察の面白い人がいるんですけど、なんかその人は多分当てる当てないっていうのを多分結構重要視してて、で、はい、当たんなかった外れた考察のことをデジタルタトゥーって言ってましたんで、だからもう外れた考察はもう恥ずべき動画なんだっていう、油もデジタルタトゥー、そういう感覚の方もいらっしゃいます。俺は別に外れたのも今も見てほしい、2回イコール波とか言ってた時あるんですよ俺、でそれとかのもうその時の時点で集めたので根拠としては全然もう一回見てほしい、めちゃめちゃ外れてるけど。確かにそうですよね。その時上げた動画はその時の話なんで、そこでどんだけ考察できるかっていうのもあるんで、そうなんですよね。後から振り返ってみたら笑える話もありますもんね。そうそうそう、うわこんなん俺上げてるよみたいなとかはい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 、で意外と確かに納得できるなこれ、はいはいはいとか。まあでもあれですよね、まあ、ジャンプワンピースではもうワノ国出てからいろいろストーリーかなり濃いですからね。濃いですね。なんでしょうね。なんか小田先生が、まあ今ライト勢の人がいるならもう今一番面白いからもう今戻ってきてほしいみたいなのありますよね。ワンピース。なんか小田先生が1ヶ月救済期間あったじゃないですか。はい、ありました。でその時に、もう少しでワノ国が終わって、25年間の伏線回収がようやく下ごしらえがようやく、終わります。ここからがワンピース、本当のワンピースですみたいな発言があったんで、こっから先がもう今までの謎が全部なんか D の1と空白の100年の古代兵器なんとかとかっていうのが全部明かされていき始めるのがここなんで、今めちゃくちゃ内容濃いっす、ね。今めちゃめちゃ内容濃いっす。ちょうどその1ヶ月救済の時に、まあ、結構内容を再構成するというか、まあ、まとめていくみたいな、まとめていくみたいな、それ僕ディスったんですよ放送で、まとめるのはワノ国だろうって4年もやりやがってっていう最終章はもういくら長くてもいいんですよ僕のそれはもう終わってほしくないんで、ある意味ワンピースはまあそこじゃない、最終章はもう長くやれと思ってて、なんでそれをワノ国でギュッとやられるんだって、雷蔵福禄寿いらねえだろうからまで思ってたんで、俺ちょっと怒ったんですよ1ヶ月の間。なんでだよみたいな。ちょっと何その再構成って何、ちょっと考察系に聞いちゃってんのみたいなところまであってあったんで、僕はもう最初はもうどんだけ長くてもいいんで。いやでもそう、俺も本当そうっすわ。そしたらそうなんですよ、もういっぱいやってってほしいしっていうところがあって、なんでワノ国はちょっとだらけすぎたというか、もうワノ国を早く終わらせて最終勝負知るほど長くやってくれっていう。ただまあジャンプで読むのとコミックスで読むのまた違いますからね。コミックスで読んでる人たちからすると、ファンからすると別にワノ国もこうスッとくるのかもしれないですけど、もう一話一話を毎週毎週、なんならもう3週やって1週休んでとかですから、もう待ちわびてるんで、待ちわびて、もう例えば合併号救済とかってもう2週間3週間空いた後バンってきてハッて開いたら雷蔵福禄寿できたらさ切れますよって話でこんなに待ってっていう、ずっと我慢比べしてたらこっちも我慢比べしてるんですよ。こっちも我慢比べしてたりライズオブコロックしてできたらそれはもうバーってなるわけですからねえ、だからやっぱその辺ちょっとイライラした時もありましたけど、ただ今もうめっちゃ濃い。石川さんって「ワンピースをいつ面白いと思ったとか、もう最初から？いやもう最初から最初から第1話見た時。そうそうそう、ジャンプでもう1話ジャンプです。そうです。ちょうど小学校5年生6年生ぐらいでなんか最初シャンクスの腕が食われるってこと、衝撃的なシーンが始まっていって、ゾロがかっこいいとかなんとかあって、どこで涙するとかめちゃめちゃグッとさらに心つかまれたみたいなので言うと何編なんですか？僕は結構チョッパーのところとか、うわーいいっすね、結構好きなんですけど、まあみんなそれぞれあるとは思うんですけど、割り箸の最初の方のサンジとかチョッパーとかベタなところが結構好きで、めちゃめちゃわかるですよ。でそれ話すとまあみんなもやっぱ空島の手前で切れちゃってる人が多いんで、そこで結構意気投合してそう話はしたりするところはあるんですけど、ただまあ切れちゃった人が多い空島編も割りかしどの編も結構好きなんですよ。だからどっかバッと一つ選べって言われたらドレスローズドレスローズダメでした。バッと選べって言われたんですよ。バッと一つ選べって言われたらドレスローズは選べますけど、正直俺の友達とかもドレスローズでやめてる人結構多いっすわ。結構多いっす。あとでもやっぱよくコメントで言われるのが「シャンクスはなんであんな覇気が強いのに腕食われたんですか？」はいそう、近海の主、まあ言うなら魚じゃないですか。そうになんで腕食われたんだ、やっぱもう純粋にやっぱライト勢の人とかは思うんですよね。なんでそんな強いのに腕食べられちゃったんだって、そこを結構説明するのが多いですね。なるほど、いやあれは腕を一本置いてかけてきたんだよ次の世代に、あそうなんだみたいな感じなんですけど、そう全然それでいいような気がしますもんね。しかもなんかあれって裏話みたいなことで言うと、一巻のインパクトが弱いからこそ小田先生がそういうラストにしたみたいなのがあるんで、覇気とかうんぬんっていうのは後から考えたことで、もうあれはシャンクスが腕を失って安いもんだ腕の1本ぐらいお前の命が無事でよかったっていうかっこいい男見せるために単純に腕を失ったでもうインパクトで完結でいいよね。感情しますけど、なんですか？なんですよ、なんかニヤニヤするんですか？なんでニヤニヤするんですか？小田先生っすよね。やめてくるっす。だからそれがちょっと会話見えるとニヤニヤするんですね。そうです。いやもうなんかこいつ何真面目に語ってる。お前関係ねえやつ。違うんですよ。知識量がやっぱり普段ねここ俺らで喋ってるのとはわけ違うじゃん。もうなんか感動と面白いと思って聞いてるだけで楽しくて、うわすげえ勉強になるっていうのがあって、それでニヤニヤしちゃうんですよ。別に変な意味のニヤニヤじゃなくて、わすごい勉強になるわと思って、そういうことなんです。そういうことです。変な意味じゃなくて、公式の人間でもねえのにこいつスラスラ喋りやがる。いや違う。めちゃめちゃネガティブじゃないですか。モチ先生の話めっちゃするんですけど、ワンピースの話よりモチ先生の話すげえめっちゃ見てる話するんですけど、モチ先生ほんと素直なんで、いろんなコラボ動画見るんですけどテンションの上げ下げ結構すごいですよね。全チェックでバーって見ていくと、やっぱ人によってもうグーンと上がってすごい楽しそうにしゃべる時もあれば、なんかもう「ああそうですねどうですね」みたいな。誰のなんとは言いませんよ、それはいろいろ語弊があるんでね、なんとは言いませんけど、この時はもう本当に多分ビジネスコラボしてて出てやがるわっていうぐらいな感じで、そんな感じありますね、はいはいはいみたいな、そうですよね、そういう見方もありますもんねみたいな感じで出てる時ありますよね。そんな感じですか？ありますあります。マジっすか？見てると分かるっすよ。俺がダメっすわ多分、俺そんな気持ちないですから。本当ですか？はい、全部じゃあ平等にっていうか、俺考察を聞くのが大好きなんですよ。人の考察を聞くのが大好きだし、あそんな考察あるんだっていうのが大好きで、でしょぼい人呼んでなくて、本当にもう登録者とか関係なく、登録者 1,000 人ぐらいなんだけど、めっちゃ面白い考察してるから出てきてくださいとかでやってるんで、なんかなんだろう、そんなにあの中にうわもう早く終わってくんねえかなとかって思ってる人いないんで。ただなんていうんですかね、話し合う人と合わない人はいますよ、それ。あ、そうです。あ、多分そういうことですね。合う人合わない人と、あとあんまり邪魔しない方がいいのかな、なんかなんていうんですかね、考察動画を話してもらうんで、なんか「おっしゃれ!」とかってやる雰囲気じゃない感じで。確かに考察を話す人ってやっぱり俺の考察すげえ感はありますもんね、やっぱりね。でそれを石川さんが嫌な風に感じ取って。いやいや、そんなことないですよ。そういうテンションの人じゃなかったです。もう具体的にいるんすか、こいつ。いや、僕の中ではあります。僕の中ではあります。誰だろう。ふんわり言うとなんか多分モッティ先生が次回出す動画の話みたいなのになんかちょっと触れてたんですよ、そのコラボ動画の中では。でモッティ先生は多分その動画でいろいろ話したかったんですけど、はい、多分なんか前倒してちょっとその辺の話に触れてて、はい、なんかまあ僕の動画で話すんですけどめちゃめちゃ見てくれるやだなっていうのはなるほどなるほど。はいモッチー先生がワンピースを考察するじゃないですか。俺、はい、モッチー先生を考察する。いや、もうありがたいですよ、ちょっと間抜けなバカだとか。配信者やってるんで、やっぱワンピースの考察にはもうやっぱ及ばないところいっぱいあるんですけど、配信者の考察とか YouTuber の考察は、はい、なるほど。はい、結構割りかし本当に。勘ぐっちゃったりとか、まあ、当たってないんですけど、まあ、いろいろな視点で見るのがすごい好きなんで。いや、だいぶ当たってるっすよ、多分。私はいつまでもやりますのでよろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキューです。